そしていよいよ第1位はこちらです。マイナス10キロ飲んで痩せるジュースお伝えしていきます。なぜこのジュースを飲むと痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきます。はい、ポイントはね4つあるんですよ。1つ目は腸内環境が整う材料だから。そして2つ目代謝が上がって血行が促進されてまたデトックス効果も高いというこのね4つのポイントを抑えたジュースになるんですよね。その結果あなたは根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができます。なぜかというと腸内環境が整うと痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが種類が増えて元気になっていっぱいいっぱいね活動してくれることで痩せ体質に生まれ変わることができるからなんです。では2つ目の項目です。何をということで今回はこの痩せるジュースを作るための材料がですね持っているそれぞれの痩せる効果についてお伝えしていきたいと思います。まずねプルーンが登場します。でこのプルーンはですね腸内環境が整うんですよね。なぜかというとなんと2種類の食物繊維が半分半分も同時に取れてしまうっていうね優れた食材になるんですよね。なので一方では便を柔らかくしてくれてまたもう一方では便をかさ増ししてくれて、まあ、押し出してくれるっていうそういう効果をですね同時に得ることができるんですね。そして悪玉コレステロールも減らしてくれますし血行促進効果で、まあ、結局代謝が上がって痩せやすくなるということ。そしてまたここにも関係しますが便秘も改善されることですっきりと腸をデトックスきれいに大掃除することができるんです。はい、そして2つ目はですねリンゴも登場します。リンゴもねすごいフルーツなんですよね。脂肪の蓄積を抑えてくれるポリフェノールが含まれておりますしまた便秘改善むくみ改善しかも、まあ、いろんな果物ってですね実は結構お体をこう冷やす効果がね多いんですよね、まあ、例えば南国暖かい地方で取れるようなパイナップルとかバナナとかそういったものを食べ過ぎてしまうと腸が冷えてしまって太ってしまうんですよね。ただいろんなフルーツがある中でリンゴってですねお体をね温めてくれる貴重なフルーツになりますからぜひねダイエットの味方につけていただきたいと思います。では次に登場するのはねトマトなんですよね。でトマトも脂肪燃焼効果が高いですし、まあ、カリウムが豊富なのでギュッとねむくみも改善してくれます。やっぱり栄養価も高いんですよ。もうビタミン系リコピン、まあ、ベータカロテンビタミン E などなどなかなかね日頃取れないような栄養がしっかりと取れるということも大事。なぜかというとダイエット成功させるためにはしっかりと栄養が取れているっていうのがね大前提なんですよ。そうすることで痩せホルモンを作る材料が手に入るわけですから逆に言うと、まあ、こればっかりね偏って食べるとか食事を極端に偏って制限するとかですねそういったことをしてしまうと結局栄養が取れずに栄養不足になってますます太ってしまうっていうそのね負のスパラルへと入らないようにするためにもしっかりと栄養を取っていく必要があるんです。では3つ目の項目です。どのようにということで今回はですね私が大好きなカルディさんでこの痩せるジュース選んできました。ランキング形式でお伝えしていきますね。まず3位はこちらです。じゃん、見えますでしょうか。これボトルがめちゃくちゃ可愛いんですよね。何かと言いますとフランスからやってきましたプルーンのジュースになります。でも私がお伝えするのはもう本当にね腸活ですから腸に負担をかけないで痩せるために必要な無添加のものを毎回このチャンネルを通じてお伝えしてるんですね。で今からお伝えする全てのジュースももう完全無添加になります。でこちら原材料名をチェックしますともうドライプルーンのみですしここにもね裏にも書いてあるんですけれどもこの1本にですねプルーンが約45個分入っているすごいジュースなんですよね。でこちらがですね、プルーンの産地はフランス南部で作られたアンテッシュのプルーンを全部使っていてでもちろん普通ねよく入っているようなお酒あごめんなさいお酒じゃないお砂糖でした失礼しました。お砂糖とか保存料とかねもう全部不使用なんですよって書いてます。プルーン本来の甘さと酸味をお楽しみいただけますということでもう本当まさにね
美味しいジュースだったので、もう本当リピート買いしている私なんですけれども、こちらですね、あのエネルギーが 100ml あたり 82kcal で、タンパク質も取れますし食物繊維も取れます。で先ほど項目にでお伝えした通りの、まあ、効果、まあ、プルーン効果がありますので、こちらを3位に選んでみました。ではどんどん参りましょう。第2位はこちらです。はい、見えますでしょうか。めちゃくちゃこれね、もう見た目に惹かれてしまって、手に取ってもうどうか無添加でありますようにってガッとこう後ろのですね、原材料名チェックしたらね、無添加だったんですよ。もうすごく嬉しかったです。でこちらですね、アメリカ合衆国から来たリンゴジュースのストレートで、も原材料名はもうリンゴのみです。で私以前動画でですね、このカルディさんでフランスから来たこのリンゴジュースの、あのビタン酸の無添加のジュースもお伝えしたことあるんですけれども、それはそれでまた可愛かったんですよ。あの瓶も可愛いし無添加ですし美味しいし、でもこちらもですね、もうこの形がリンゴで、ここね、リンゴの葉っぱと絵とか書いてあってめちゃくちゃ可愛いんですね。だから飲み終わった後もう本当にあの小物としても使えるなと思って、あの手に取ってます。でこちらはですね、 100ml あたり熱量が先ほどのプルーンよりは低くて 60.8kcal で、タンパク質も取れてしまいます。でやっぱりあのこういったリンゴって美味しいですよね。やっぱ飲みやすいですしね、いろんなリンゴジュースあると思うんですけれども、とにかくジュースって結構香料とか余計なビタミン C とか書いてありますけど、あれビタミン C ってですね、天然のビタミン C じゃありませんよ。作られた科学的なビタミン C、まあ、要はお薬系になってきますからね、そういったのに騙されないように、もう完全無添加でお願いしたいと思います。はい、そしていよいよ第1位はこちらです。はい、かわいいでしょ、見えますか。トマト100って書いてあるんですけどね、北海道産のトマトを使用したもう完全無添加シーズンパックということで、ここにフラノって書いてあるんですよね。もうまさに北海道の富良野ということでね、あのそのまま育った、まあ、トマトジュース 100% ということで、こちらね、あの先ほどのジュース、まあ、100g あたりのカロリーと比べたらもう全然低くて、1缶 160g 入ってるんですけども、たったの 34kcal です。でタンパク質も取れますし食物繊維も取れます。でまたね、ビタミンやミネラルが豊富、リコピンも入ってますから、もうこちらはやっぱりね、いろいろジュースありますけれども、どうしてもフルーツ系のジュースって過糖、ね、太る元がどうしても入ってしまいますから、まあ、適量が必要なんですけれども、やっぱりこういったお野菜ジュースの方がもちろん糖質入ってますけれども、やっぱりね、まあ、量的にもこれちょうどいいなと思いましたし、お野菜ですのでおすすめだなと思って手に取りました。でこちらですね、原材料名トマト北海道ということで、まあ、国産のトマト 100% しかもフローも北海道ですからね、こちらいいなと思って手に取りました。あのすごくね、飲みやすかったですし、やっぱり美味しいですよね。トマトも大好きなので、今回は第1位に選んでみました。はい、そしてここから一番大事、痩せる飲み方ということで、今ご紹介したジュースをねそのまま飲むのももちろんいいんですけれども、やはりメリットデメリットってどんなことでもそうですけどありますよね。なのでそういったデメリットをいかに抑えてメリット効果を上げていくかっていうお話をしたいと思います。痩せる飲み方です。もうまずはね、1日1杯、まあそうですね、1カップ200ml ぐらいがもうね、せいぜいの、まあ、マックスな量かなと思います。どんなにね、腸活ダイエット効果があったとしても、飲みすぎ食べすぎは結局カロリーオーバーですから、もうそこはねしっかりとコントロールする必要があります。でまたあのまま飲むのもいいんですけども、私実はですね、全部リンゴ酢で割って飲んでみたんですよね。私今ハマってるリンゴ酢がこちらなんですけれども、こちらですね、あのグリーンコープさん、まあ、生協さんでですね買った、まあ、地元のねグリーンコープさんで購入したんですけども、純リンゴ酢っていうことで、原材料名がのリンゴ果汁、まあ、国産とリンゴ果実も入って作っているという、このリンゴ酢めちゃくちゃ美味しくて、今リピ買いしておりますリンゴ酢なんですけども、今どんなリンゴ酢でもいいんですよ。要するに何が言いたいかというと、原材料が無添加であることなんですよ。リンゴ果汁 100% のみでできたねリンゴ酢であれば、あなたのお近くのね、あのスーパーで見かければもうそれで OK ですから、絶対ね、あのスミカ先生と同じものじゃないとっていうわけじゃないんですよ。
ポイントは無添加です。でこのねリンゴ酢を大さじ1杯程度先ほどのジュースに入れて、まあ、お好みでいいんですけどね、まあ、酸っぱいのが苦手な方はちょっと大さじ2分の1とかでいいと思うんですけれども、このリンゴ酢をねちょっとちょい足しして飲んでもめちゃくちゃ美味しかったのでおすすめです。でまたそんなジュースとリンゴ酢だけどあまりにもですちょっと味が濃ゆいちょっとね濃いなって思ったので、私はそこに無糖の炭酸水で、まあ、半々ぐらいで割って飲んでみたんですよね。から例えば無糖の炭酸水 100ml に対してジュースを 100ml にプラスこの大さじ、まあ、2分の1から1のリンゴ酢を自分でですねドリンク作ってみたんですよ。めちゃくちゃ美味しかったです。もうどれもリピです。今1日1杯飲んでます。なのでやっぱりジュースですからね、もう1日1杯で十分、まあ、そこにリンゴ酢の効果や炭酸水もやっぱりね血行促進になって痩せ効果がアップしますから、ジュースそのまんまっていうよりはやはりこういった工夫をされると良いと思います。で最後ポイント、今暑いですよね。もううだるような暑さ、もうここねもう別府温泉もすごく暑いんですけれども、やっぱりねどうしても暑い時って冷たいもの飲みたくなるけれども、飲みすぎてしまうとですね腸が負担がかかって、もうねちょっと休ませてくださいってなってしまうんですよね。太ってしまうんです、腸の動きが落ちちゃって。なので、まあ、せめてジュースはそのまあ氷なんかは入れずに飲んでいただきたいですし、まあ、ちょっと常温でね平気な方はまあ常温がおすすめなんですけれども、あのキンキンに冷やさないで飲んでみてくださいねってことを最後お伝えして終わりたいと思います。さあいかがだったでしょうか。今回は私が大好きなカルディさんで選びました無添加の痩せる効果が高い材料で作ってあるジュースをご紹介しました。でポイントはまんまで飲むのではなくてリンゴ酢や炭酸水、無糖のですね無香料ので割って、まあ、できるだけキンキンに冷たくないように飲むっていうのが痩せるポイントということになります。ぜひお役立ていただければとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。